電気通信大学の中根です。私の発表のタイトルは、高熱性シアノバクテリアはサイクリック大 GMP 依存的に走行性方向素方向を切り替えるです。よろしくお願いします。私はシアノバクテリアの好き嫌いについて研究をしています。シアノバクテリアは光合成をするので光の方向に向かって動く正の走行性というものを持ちます。一方、光が強すぎると細胞にダメージを受けるので、光から逃げる負の走行性という能力も持っています。この光というシグナルを、正として捉える、または負として捉える、この真逆の応答をシアノバクテリアはするんですけれども、どのようにしてこの好き嫌いというものが決まるのかについてはよく分かっていませんでした。私はサーモシネココッカスブルカヌスというシアノバクテリアを使ってこの研究を行いました。顕微鏡の上にシアノバクテリアを置いて、右方向から光を照射します。シアノバクテリアは何色が好きなのかをこれで決めようと思いました。顕微鏡としては、例えば青色を当てたり、緑色を当てたり、赤色を当てたり、はたまた、青と緑を当てたり、緑と赤を当てたり、赤と青を当てたり、好きな色の組み合わせを当てれるような顕微鏡にして、シアノバクテリアが一体何色が好きかということを見分けることにしました。まずこちらのビデオをご覧ください。画面の右の方向から緑色の光を当てると、シアノバクテリアは光が好きだということで緑方向に向かってずっと動き始めます。これを正の走行性と言います。一方、緑色に加えて青色を加えると、今度は反対の方向、左方向に向かって逃げていきます。このようなまっすぐした運動、走行性はとてもこの生き物だときれいで、実験がしやすいので、この生き物を選びました。で、こちらが右側のものがキモグラフというもので、細胞の移動を横軸に、時間の変化を縦軸にとっています。で、例えばこちらの場合ですね、右方向から光を当てると、光の方向に向かって光を当てるのをやめると止まって、光を当てると動いて、光を当てるのをやめると止まって、というふうにしてオンオフのサイクルが見えます。負の走行性の場合も同様にして、光を当てると緑と青の光を当てると逃げて止まって、止めると止まって、当てると動いて、止めると止まると。緑色が一番感受性が高くて、負の走行性を示すものは緑と青の組み合わせのみでした。次に、このような色はどのようなタンパク質によって見分けているのかっていうことを調べました。青色や緑色を感知するようなタンパク質は、このシアノバクテリアの体の中にいくつか存在しています。そのリストがこちらです。で、私たちはこの中でもセス A、セス B、セス C というタンパク質の変異株では、欠損株では走行性の応答が変わるということを見つけました。こちらワイルドタイプになるんですけれども、緑を当てると好きだから寄っていって、緑と青だと逃げて、緑に当てると好きだからこっちの方向に向かって光を止めると止まります。一方、セス A の変異株だと、嫌な光、青と緑色を当てても、ずっと光に向かって動き続けます。つまり、このセス A の変異株は超ポジティブ。で、一方、セス B とかセス C の変異株に関しては、面白いことに、このセス C に関しては、光を当てると逃げていくんですけど、嫌な光を当てると。その後に好きな光を当てても元に戻りません。セス B もその中のちょっと応答性が変わってしまいます。さて、このセス A、B、C は一体
何のタンパク質なのかというと、光を受容するタンパク質以外にサイクリックダイジン P と呼ばれる、バクテリアのセカンドメッセンジャーを合成したり分解したりするようなドメインを持っています。この青色が合成するドメインで、この緑色が分解するようなドメインです。で、おそらくセス A は合成するドメインしか持っていないので、サイクリックダイジン P の濃度を高くすることができません。高くなるとおそらく負の走行性になって、低いと正の走行性になるのだと考えられます。こちらがモデルです。さらに私たちはなぜこの運動が起きるのか、運動の装置にも注目しました。この運動の装置は4型繊毛という繊毛を伸ばしたり縮めたり、伸ばしたり縮めたりすることでスパイダーマンのように動くバクテリアの運動装置です。この変異株を作ると見事に動かなくなるので、そしてこの毛の形成も見えなくなるので、この、シアノバクテリア4型繊毛で動いているということがわかります。光を当てると一体どのようにして細胞が動くかということを見てみました。従来の考え方では、4型繊毛は細胞の極から生えているため、刺激に対して細胞の軸が刺激にこう平行に並ぶようにして、極方向に向かって動くというふうにして考えられるような模式図がよく描かれています。けれど実際、シアノバクテリアに関しては異なっていました。このようにして刺激、後軸に対して垂直に動いているもの、塊であっても動くもの、極で立ち上がって動くものだと、いろいろな動きが見えました。実際、このような細胞が後軸に対して垂直な場合に、どのようにして動いているのか、繊毛の動きを見ようとしました。繊毛の動きを直接見るのは難しいので、サルフェイトのビーズ、小さい200ナノメートルのビーズを細胞全体に溶液中にまぶすことで、その、ビーズを細胞は4型繊毛を使って引っ張ったり伸ばしたりします。その動きを検出することで4型繊毛の動きを検出しようと考えました。こちらがムービーです。このようにして細胞の極に向かってビーズがシュルシュルシュルと動いていく、もしくは離れていくような動きが見えます。でよく見ていただけると、このようにして刺激、右から光を当てています。嫌な光を当てると、今度は左の方向に木を伸ばす。非対称に繊毛が分布しているということが分かりました。これは細胞の対軸方向にも、この細胞は、バクテリアは細胞極性を作り出すことができるということを表しています。さらに私たちは、4型繊毛の動態を直接検出しようと思い、4型繊毛のタンパク質、構成するピリンのタンパク質にシステインを導入して、マレイミドと色素がくっついたような試薬で、繊毛を蛍光標識するようにしました。そして、得たビデオがこちらなんですけれども、左のムービーをご覧ください。細胞の4型繊毛が非対称に分布して左の方向に動いているのがわかります。で、右側のものは前反射顕微鏡というもので、表面近くの繊毛のみを観察したんですけれども、このように左側の方向に向かってシグナルがパパパッと出てきて、左方向に繊毛を伸ばしていることがよくわかります。以上がまとめになります。シアノバクテリアだって心変わりをするということは今回私たちが見つけたことで、その心変わりにはサイクリックダイジン P というバクテリアのセカンドメッセンジャーの濃度変化が関与していました。で、おそらく4型繊毛は、細胞の細胞極性は単軸方向に向かっても生じることができて、その中にサイクリックダイジン P の濃度変化などがおそらく関与しているのかなと私たちは考えています。以上になります。ご清聴ありがとうございました。あ、すいません。忘れていました。謝辞で、この研究は、私の今いる電通大学で、
行ったもので、もともと所属していました学習院大学の西坂県でも実験を行いました。そして共同研究者である榎本さんとアネグレットさん、フライブルグにいる方には、とってもお世話になって、たくさんの変異株を送っていただきました。サイクリック大 GMP の定量化は、このハノーバの方にやっていただいて、ゲノムを解読していただいたのは、豊橋技大の広瀬さんに、手伝っていただきました。ありがとうございます。もし何か面白い動きをする微生物などご存知でしたらお教えください。一緒に研究できればと思っています。ありがとうございました。